先生。鈴は何もわからず、ただ先生についてまいりました。たった一人の兄を亡くし、この身を投げてしまおうかと思い詰めていた時、先生は優しく手を差し伸べてくださいましたね。鈴は先生のおそばにいられるだけで幸せです。都に来てから先生は厳しい顔をなさる時が多くなりました。こんな時こそ心をしっかりと持って先生の御用を務めなければならないのに、鈴は先生の眉を曇らせてしまいました。革命とは心を鬼にしなくてはなせぬものなのですか？炎の壁を築いて人を絶たねばならぬのですか？それではこの先生を慕う心はどうしたらよいのでしょう？どうか先生、心の迷いを断ち切ってください。鈴はどこまでも先生についてまいります。